仏法層目は、鳥類の一目である。南極を除く、世界中に生息する。全体的に色彩の鮮やかなものが多い。伝統的には十一花が含められてきたが、現代的な分類では、内五花は外され、六花のみが属する。ここでの赤をトガに格上げすることもある。最長目と大仏法層目が、仏法層目から分離された。 競技の仏法層目は単系統だが、伝統的な抗議の仏法層目は単系統ではなく、側系統であり、キツツキ目とキヌバネドリ目を系統として含む。最長目と大仏法層目が分離されたのは、キツツキ目を独立目として残すためである。仏法層目がキヌバネドリ目を内包する、側系統であることは、以前より指摘されていた。それに対し、仏法層目を、 複数の単形党目に分離するか、キヌバネドリ目を仏法層目に含める措置が取られた。ファデューッチアは、キヌバネドリ目の姉妹群と考えたカワセミか、ハチクイモドキかコベトドリか、ハチクイかをカワセミ目アルセデナ・ホームズに分離し、さらに最長目、八頭目を分離し、仏法層目には、仏法層か自仏法ポ層かオブ法ポ層かのみを残した。ただし実際には、この カワセミメとブッポウソウメは単系統ではない。モーラーは、キヌバネドリカを、ブッポウソウメに含めた。キヌバネドリカは、ファデュッチアのカワセミメの内部に位置するとし、キヌバネドリカを合わせて、カワセミアタ目サビンフローダーアルセドンイズに、分類した。クレイクラフトは、キヌバネドリカを、ブッポウソウ目カワセミア目アルセディンズに含め、ブッポウソウシタ目コリッキーカワセミシタ目アルセトニート。 並ぶキヌバネドリシタメトラーガンズとした。仏法層目には他に最長アモク、ブスロウッツ八頭ツアモク、アプープスが属していた。シブリーアルホークイーストは最長目と八頭目を分離した。キヌバネドリ目は仏法層目の姉妹群だと考えた。この仏法層目は現在のものとほぼ同じだが、大仏法層家を含んでおり、単系統ではない。 バデューチアの仏法層目とカワセミ目は仏法層アモクコリッキーとカワセミアモクアルセトニーとしてカワセミ目に含まれていた。ありがとうございます。